2022年1月30日、昨日報道されたユナイテッドの選手が起こしてしまったかもしれない大変ショッキングな事件に関しましては、コメント欄にて様々な方々から事件についての動画を要望する声があったので、この動画はバルセロナの動画ですが、本編が始まる前に話させていただきます。この件に関しましては、正しい情報が公式に発表され次第、それらをまとめて動画にしようと思っております。他にもユナイテッドは冬の移籍市場最終日間近なため、いろいろなことが起きておりますので、それらもまとめて動画にする予定ですので、これからもチェックの方よろしくお願いいたします。なお、この動画の音声に関してはこの事件が起きる前に収録したものですので、テンションは通常時と同じかさりげなく高い仕様となっております。大変前置きが長くなってしまいました。すいません。それでは本編の方お楽しみください。いやー、どうも IJ でございます。本日はね、この冬の移籍市場で FC バルセロナに入団したフェラン・トーレス、そしてプレミア屈指のドリブラー兼ダンプカーであるアダマ・トラオレについて話していこうと思います。まずはフェランから。おいやー、00式リルパンプ世代、浜辺南、ハーランド、サンチョラと同い年である彼、シティから移籍金5500万ユーロプラスインセンティブ1000万ユーロを支払い、 FC バルセロナは彼を獲得したようです。笑えない額の借金をしているにもかかわらず、なぜバルサは彼を変えたのかっていう話なんですけども、それはスペインのマルカが説明しております。FC バルセロナはゴールドマンサックスから融資を受けており、その影響でお金があったみたいでございます。しかしそのお金は債務返済が目的だったらしいんですけども、さすが世界に笑いを届けるエンターテイナーな心も忘れないファニーすぎる我らがフロント陣、意外と余裕あると感じたようで彼を購入したみたいです。やっぱりバルサのフロントが世界で一番だ。フェラン自身6歳からバレンシアの下部組織にいたみたいなんですけども、いろいろあり結果的にシティに移籍しました。彼の特徴としましては、184センチで大きいんですけども、めちゃくちゃ足が速いんですよね。でかくて速いって聞くと一瞬脳筋系を連想させますけども、そういうわけではなく、ドリブルでスルッと相手を抜いて落ち着いてゴールを決める冷静な選手だと私自身は思っております。マンチェスターシティ時代敵だったので覚えているんですけども、正直スターリングより俺は怖かったと感じております。加えてこの間のコパのビルバオ戦でゴラスを決めておりましたし、これからがめちゃくちゃ楽しみな選手ですよね。基本的に右ウィンガーですが、シティではペップの魔改造によりセンターフォワードをやったり、スペインではストライカーをしていたりと、ポジショニングが得意で様々なことができる器用な選手なんだと思います。まずは右サイドの選手として試合に出るのかなと思っていたんですけども、今後はトラオレも移籍してきたので、案外ストライカーの位置での起用が多くなるのかもしれないですよね。生粋のストライカーじゃないんでどうなんだろうかなとかいろいろ思ったりはするんですけども、ジュグラがやるのかなとか、まあラッパーが復帰次第やっぱラッパーなのかなとか、9番タイプがいるとシャビのサッカーは安定する印象があるので、様々なことが予想されております。フェラン自身昨年大きな怪我をしておりましたが、それまで継続的に怪我をする様子もなく安定して試合に出ておりますので、彼のようなことは多分ないんじゃないかなと思います。一応シティでは今シーズン7試合3ゴール1アシスト、昨シーズン36試合で13ゴール3アシスト、バレンシアでのラストシーズンは44試合に出場し6ゴール8アシストと、ラリーガではまあまあな成績を出し、プレミアでも初年度からいい成績を出しております。おそらく今シーズンも怪我をするまでは悪くなかったようですし、スペイン代表では基本的にスタメンで出ていますし、6試合で4ゴール決めてます。昨年のユーロでは6試合に出場し2ゴール1アシストと、代表でもバッチリ結果を出しております。いい補強をしたんじゃないかなと私 IG は思います。 FC バルセロナは馴染むのに時間がかかるチームですので、即座に結果を出すとは思ってはいませんが、長期的に活躍してくれるんじゃないかなと期待しております。さあ次はトラオレ兄さんについていこうと思います。うぃー、プレミアリーグのダンプカーことアダマ・トラオレ、96年式イエローバックス世代で、マクトミネやベルナーと同い年であります。スペインをレペゼンしております。同じく快速ドリブラーであるニューカッスルのサン・マクシマンと2人で今シーズンのプレミアリーグ前半で1試合平均のドリブル成功回数で1位を叩き出し、サン・マクシマンのドリブル成功率は 63% ですが、トラオレはドリブル成功率 81% を出し、同じ平均成功回数でも格の差を見せつけていたトラオレ、今シーズンは夏から焼き鳥屋
ロンドンに移籍報道がかなり長い間出ておりましたが、バルセロナへの移籍報道が出た途端即座にバルサへの移籍が決まったので、彼はめちゃくちゃバルセロナに戻りたかったんでしょうね。そもそも彼は今の見た目からは考えられないですけども、 FC バルセロナのカンテラ出身の選手です。この見た目を見るとサッカーよりラグビーやアメフト感が強く、生粋のプレミアの選手な感じがめちゃくちゃしちゃいますよね。プレミアで一番ドリブルを成功させていたのであれば得点を量産していたんじゃないかと考えがちなんですけども、そういうわけでもなく、ウルブスの選手として一番得点に絡んだのは1920シーズンの54試合6ゴール11アシストがベスト記録で、昨年の2021シーズンは45試合3ゴール2アシストになっており、今シーズンは23試合1ゴールという結果に終わっています。おそらく不調な2021シーズンはヒメネスが離脱していたため、彼が抜いた先にパスを出せるフィニッシャーが不在だったからアシスト数が減ってるんじゃないかなと私はエイジは思っております。ちなみにヒメネスがいた1920シーズンはトラオレは11アシストを決めており、ラウル・ヒメネスは55試合で27ゴールを決めておりますので、ものすごく安易になるんですけども、彼がドリブルで抜いてヒメネスのようなその後合わせてくれるフィニッシャーがいれば得点が生まれるんじゃないかなと思います。その役割を果たす選手が今のバルセロナにはいなさそうなんで、その役割をねフェランがやってくれたらいいんじゃないかなと思っております。というかやってくんねって感じですね。アダマ・トラオレを獲得するということは、やはりシャビ先生はサイドの選手にドリブル突破をすることを求めているんじゃないかと思います。ドリブルで相手を剥がすことに関しては彼は一流の選手なので、その役割を彼は全うしてくれるんじゃないかなと思っております。178センチ72キロとウィキペディアに書いてありましたが、さすがにその体重はないと思っております。そんなことがどうでもよくなるぐらい彼の移籍は正直楽しみです。プレミアで見せていたドリブル突破をシャビの下で見せてくれよなって期待しております。ちなみにストライカーの移籍報道なんですが、モラタがサラリーの問題や様々な問題でポシャリ、最終日である現在ファニーレッド所属のオーバメヤンのローン移籍が加熱しております。現在はあまり調子が良くなさそうですが、かつてプレミアリーグで得点王になるぐらいの得点力がある選手でございます。そこがあまり良くないとされているため、個人的には例のあの人がちらついてしまうので、心から乗り気になれるかというとそういうわけではないですけども、いろいろな面に目をつむり、残り半年間のローン移籍ならばまあなしではないかなと思います。なんとなく噂止まりで決まりそうにないので、もし決まった際にはしっかり彼については動画にしようと思います。本日はこの辺にしとこうと思います。またそのうち会いましょうってことで、ウィー！